おはよう、ケイチ。あら、ゆうべは何時に寝たの？気持ち悪い笑い。寝ぼけてるなら顔を洗ってらっしゃい。行ってらっしゃい。車に気をつけるのよ。気をつけるほど車もいないよ。南沢には。遅刻なんて珍しいね。おはようございます、皆さん。院長、号令。起立。
刻ですよ、古出さん。北条さんはどうしましたか？里子は、ちょっと遅れるかもしれないのです。熱でも出ちゃいましたか？リカちゃんが遅刻で里子が欠席なんて、珍しいこともあるもんだよ。そうだね。だけど、里子ちゃんどうしたんだろう。風邪かな。ケイちゃんは心配しすぎ。年頃の女の子にはね、どうしても体の都合で具合が悪くなっちゃう時があるの。みーちゃん、それ男の子の前で言うことじゃないよ。よー、リカちゃん。遅刻して怒られて、かわいそうかわいそうだな。今日は俺がなでなでしてあげよう。みー、さとこはどうしたんだ？風邪か？ほらほらほら、男の子には話せない事情ってのもあるんだから。ケイちゃんはお席へ戻って戻って。どうしたのかな、圭一くん。今日はなんだか朝から元気ないよ。そんなに俺元気ないか？うん。見てるレナまで元気がなくなるくらいに。レナに話せること？どんな悩みかわからないけど、聞いて力になれることなら聞くよ。昨日まで何も変なことなんか起きなくて楽しかったんだ。穏やかで楽しくて、毎日が賑やかで、そんな毎日が繰り返されることに何の不安もなかった。うん。そうだね。毎日楽しいよ。きっと今日も楽しくなる。絶対にそうなるって、自信が持てるか？思えば、ここ最近不安だったんだ。毎日が楽しいからこそ、ある日ふっと電球が切れるみたいに
突然真っ暗になってしまうんじゃないかって。うん、その気持ちちょっぴりレナもわかるよ。私たちはいいことばかりは続かないってずっと教えられてきたから、楽しいことの裏側を時々恐れるよね。それってちょっぴり悲しいことだけど、でもそのおかげで私たちは楽しい毎日がずっと続くように努力することを覚えたんだよ。そうだな。だから圭一くんが楽しい日々がいつまでも続かないかもしれないって思うのは決して悪いことじゃないと思うよ。例えば、明日突然火山が大爆発して私たちが全員死んじゃうとする。おいおい、物騒な話だな。例えばその大災害を圭一くんだけが生き残ったとしたらどう感じる？どうって、胸が張り裂けるだろうな。まず泣くと思う。そしてこう思うんじゃないかな。こうなることが運命だったなら昨日までの日をもっともっと楽しく悔いなく過ごせばよかったって。思うだろうな。楽しい毎日がいつか終わるものなら、それがいつかなんて誰にもわからない。だったらたとえ明日そうなっても悔いがないように精一杯楽しく生きるのが正解じゃないのかな。そうだな。それに気づくのはとても難しいこと。多くの人たちは日々の幸せに飽食してるよ。今日と同じ明日が訪れると信じきってるから、今日できることを明日に送る。今日してやれる優しさを明日に送ってしまう。でも圭一くんはそれに気づけた。それはとても素敵なことだと思う。だからその不安な気持ち大切にしてもいいと思うの。この不安を大切に？そう。明日には大災害でみんな死んじゃうかもしれない。だから今日みんなにいっぱい優しくしよう。本当に終末が訪れた時後悔しないために。レナは実践してるのか？明日みんなが死んじゃっても後悔しないようにさ。レナは楽しい毎日がたった一日を境に終わってしまうことを知ってるから、今日が楽しくても明日も楽しい保証なんかないって知ってるから、生きてるよ精一杯。ゆうべ、さとこの夢を見た気がするんだ。どんな夢だったかは思い出せないけど、朝からずっと不安で。さとこちゃんの元気な顔を見れたら安心するつもりだった。かな？
とこちゃんが来たら優しくしてあげることだね。ううん、いつもの悪ふざけでも一向に構わない。楽しく過ごすことができるなら。そうだな。さとこ、お昼までには来るはずだったの？ないからレナがもらうね。おいしい。と、おじさんとしたことが。レナに先生を許すとはね。よっしゃ。おじさんはこのプチハンバーグをもらうよ。しまうのです。冗談じゃねえ。最後の弁当が梅干しとご飯だけになってたまるか。それ、俺はミートボールをいただくぞ。笑う角に福来たるってことわざあったよな。あるね。それが事実ならおじさんは四六時中笑い転げてるよ。レナは本当だと思うな。毎日笑ってれば毎日が楽しいよ。レナがいいことを言いますです。じゃあ試してみるか。
原さん、楽しくお話し中申し訳ないんですけど、ちょっとお力をお借りしたくて。なんだよ一体。ちなみに千恵先生が授業中と含み笑いを教科書で隠した時が次のテスト範囲だ。あの、実はですね、ボールが2階の雨どいに引っかかっちゃったんですよ。前原さんなら身長高いからなんとかなるんじゃないかと思って。ほう、先輩に物を頼むからには何か見返りがあるんだろうな。俺は高いぜ。簡単に買収できると思うなよ。前原さんには授業中に居眠りができる権利を与えましょう。それでどうです？なんだそりゃ。授業中に寝るのは俺の勝手だろ。なんでお前らに権利をもらわなくちゃならんのだ。そんなことないですよ。今度は前原さんが居眠りしたら全部先生に言いつけることにしますから。いつら、とんでもない交渉の仕方を覚えやがって。すみません。ちょっとした冗談っす。ほらほら、ケイちゃん。おとなしく後輩たちの脅迫に屈したら。わかった。俺の降参だ。ボールを取ってやるから、居眠りの権利を俺にくれ。まあ。見ろ見よ。俺はちゃんと権利をもらったぞ。でもお前はもらってないよな。富田くん、岡村くん。ミヨンが居眠りしたら、すぐにチクれ。いいな。どうす。その棒を貸せ。俺なら多分届く。よいしょっと。どうもどうも、こんにちは。お昼休み中すみませんね。
失礼しました。怪しいもんじゃないんですよ。私、沖宮警察署から参りました。大石と申します。あれ、手帳どこかな。あれ？あれ？まいったな。ありゃ？職員室をお探しですか？なら、あそこの昇降口から入って。ああ、いえいえ。職員室にはそんなに用事はないんです。それより、お友達を呼んでもらいたいんですが、お願いできますかね？お友達？誰です？女の子です。北条さと子さんを呼んできてもらえませんか？警察が、さとこに何の用ですか？いえいえいえ、大した用事じゃないんです。二三聞きたいことがありまして、ご協力をいただければ嬉しいんですがね。あんたに用はあっても、さとこにはないと思います。帰ってくれませんか？これはこれは手厳しいな。あなた、さと子さんのマネージャーさんですかな。アポイントメントがないと面会は叶いませんか。
話がしたいだけなら電話ですればいいじゃないですか。日中学校にまで押しかけてくるなんて明らかに異常です。ありゃ、いちいち正論な方ですね。こういう言い方をする人は苦手なんだよな。もしもし、君たち、ちょっといいですかね。北条さと子さんを呼んできてほしいんですがね。いませんか、北条さと子さんは。北条さんは今日はお休みですけど。休み？そうですか。いやはや、いやはや、これはついてないです。で、君たち、ここにいるお兄さんは、なんて名前か教えてくれますか？ですか。あなたひょっとして例の前原屋敷の御曹司。お父さん、高名な芸術家さんなんですってね。年に2回ほど東京の大展覧会に出展されてるそうじゃないですか。どんな立派な絵を描かれるかは存じませんがね。お母さんも知的そうな方じゃないですか。高学歴って聞きましたよ。どこぞの女子大を出られてるそうじゃないですか。あの年の女性で女子大でなんてすごいですよ。ひょっとしてお母さん、両家のお嬢さんなんじゃないですか？なんて噂が立ってるせいか、冷たい人だなんて噂が立てられてるなんてご存知で、町内会の会合、最初の1回以外は出てないでしょう。そういうのっていけないんですよね。こういう土地では、ご近所付き合いをないがしろになんかできませんよ。
こういう土地ではね、敵は作らない方が絶対にいいですよ。さもないと。思わぬところで不利益を受けるかもしれません。因果応報という言葉もありますよ。風が吹けば桶屋が儲かるの正反対です。妙なところで買った恨みが信じられないところで返ってくることがあるかもしれません。そうなったら嫌でしょう。誰だって恨みなんか買いたくないんです。敵を作らないに越したことなんかない。ん？どうしました？肩がだいぶ凝ってますね。ちょっと揉んであげましょうか。ほら、気持ちいいでしょ？もうそれくらいになさってください。痛がってますよ。え？おや、これは入江先生じゃありませんか。ご無沙汰しておりますね。挨拶はいいです。それよりも前原君を話してあげてください。先生のところにも後でお伺いしようと思っていたんですよ。いつもお忙しいとかでろくろくお話ができませんからね。ええ、お望みとあればいくらでもお話を伺いますよ。でもその前に令状をお持ちになってください。職務質問と任意同行は拒否できますからね。前原君、大丈夫ですか？くそ、いって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 。大丈夫ですか、前原くん。ひどいことを。くそ、あいて、で。ちょっと肩を揉んだだけじゃないですか。前原さんも少し大げさすぎですよ。男の子はもう少し我慢強くなくっちゃ。
肩は上がりますか？痛みますか？痛みが強いようなら、ちゃんと診察をした方がいい。とにかく、保健室へ。大げさですね。私に限って、傷が残るような真似をするわけがないじゃないですか。ねえ。私、これでも現職の警察官なんですよ。さあ、どんな御用があったか存じませんが、もう御用がないならお帰りよ。今日のことは、今度所長さんに直接抗議しますから、そのつもりでいてください。それは困りますね。あいつは、大石クランドという刑事です。乱暴者でね。村中に嫌われている男です。前原さんも用心した方がいい。前原くん、どうしたんですか？怪我でも？前原さん、さっき校庭で変なおじさんに。いえ、ちょっと転んでひねったみたいです。大丈夫だとは思いますけど、念のためと思いましてね。保健室をちょっとお借りいたします。入江先生、よろしくお願いしますぞ。ちょっと患部を見せてもらえますか？まだ痛みます？いえ、もう全然痛みません。本当に大丈夫です。それだけあいつが慣れているということですよ。今度会った時は挑発しないことです。あいつを怒らせて得をすることは何もありませんからね。自宅に制服警官を連れて押しかけてきたら、ご家族だっていい気持ちはしないでしょう。それは確かに。しかし、何があったんです？前原さんがあいつと喧嘩になるなんて。あいつ、さとこに用事があるとか言ってきて。え？さとこちゃんにですか？
あの男はまだ里子ちゃんにつきまとうつもりなんでしょうか。本当に蛇みたいにしつこい男です。つきまとう？あの大石っていうやつ、たびたび里子のところへ来てるんですか？前原さんは、そうか、引っ越してきたばかりでしたね。ええ、そうですけど。お社様のたたりと、里子ちゃんの話は、少しは聞いたことがありますか？里子の両親が、ダム計画の賛成派で、転落事故で死んだのはたたりだった。って話ですか？ご両親が亡くなった里子ちゃんとお兄さんのサトシ君は、おじ夫婦宅に身を寄せることになりました。え、あ、そうなんですか。おじというのは、サトコちゃんのお父さんの弟にあたる方なんですがね。残念なことに、夫婦揃って、ちょっと尊敬に値する方々ではありませんでした。里子ちゃんの両親がダムに賛成していたとばっちりで、おじ夫婦も村内ではとても肩身の狭い思いをしていましたからね。里子ちゃんたちを歓迎するはずもなかったんです。里子ちゃんたち兄弟にとってとても辛い生活だったと聞き及んでいます。今思い出してもゾッとします。今の元気な里子ちゃんしか知らないあなたには、土毛色の顔をしてただ日陰でぼーっとしているだけの彼女など想像もつかないでしょう。去年の綿流しのお祭りの夜にね、おばが死んでしまったんです。異常者にバットか何かで殴り殺されて。綿流しの祭りの夜には村の旧敵がたたりで死ぬと噂されてましたからね。この死も単なる殺人事件としてだけでなく、お社様のたたりではないかと村中で囁かれました。おじだって雛見沢の人間ですからね。お社様のたたりを大層怖がり、逃げ出して雲隠れしてしまったそうです。聞いた話では、沖宮あたりの実婚の中の女性宅に転がり込んでるとか。それで解放されたんですか、里子たちは。おばは死に、
叔父は逃げ出し、誰も兄弟をいじめる者はいなくなるはずだったんですが、まるでその後を継ぐようにあの男が執拗に現れるようになったんです。あの男？大石です。大石、さっきの男。あいつは少しおかしいんですよ。お社様のたたりをめぐる一連の事件はみんな解決しているのに、あいつだけがそれを認めていないんです。あいつが近づく人間には必ず何かよからぬことが起こると言われています。雛見沢ではね、大石のことをお社様の。けいちゃん！けいちゃん、大石にやられたの？怪我を。落ち着いて、ミオさん。怪我はありませんよ。念のため、失望しているだけです。ケイチ君、本当に大丈夫かな？かな？みんなに聞いたら、首を締め上げられてたとか言ってて。落ち着けよ、レナ。肩をすげえ痛く握られただけだ。ほら、あざだってないだろ。みったく、あんたら何やってんだよ。仲間だろ。なんでぼーっとしてたんだよ。なんでケイちゃんを助けなかったんだよ。ごめんなさい、院長。よせよ、ミオ。富田君たちはその場にいなかったんだ。責めるのはよせ。くしょう、大石のやつ。こらこらこら、保健室で騒がしくしてはいけません。院長、みんなを連れて保健室から出なさい。ほらみんな、もう行こう。ケイチ君は大丈夫だって。ほら、みーちゃんも。さて、じゃあ私はこれで失礼します。もともと千恵先生に用事があって来たんです。あ、用事があって学校に来たんですよね。俺なんかのために、どうもすみませんでした。おかげで役得と言いますか、前原くんのきめ細やかなお肌も存分に堪能できましたよ。ハフー。では失礼します。大した怪我ではありませんが、患部を揉んだりするようなことはくれぐれも避けてください。もしも高熱が出たり腫れたりするようなことがあったらすぐに連絡してくださいね。そんなことはないと思いますが。あ、そうだ監督、
さっきみんなが来る直前何か言ってましたよね。大石のことをお社様のなんとかって。ああ、お社様の使いですよ。もちろん悪口ですがね。お社様の使い？前原さんは雛見沢で毎年綿流しの夜に起こる雛見沢村連続怪死事件、通称お社様のたたりのことはご存知ですか？え、連続怪死？え？どこの誰が言い出したのかもわからない話ですが、いつの頃からか大石のことをお社様の使いと呼ぶようになりました。なぜですか？あの男がその年のたたりの犠牲者を決めていると噂されているからです。亡くなったり消えたりする人たちの多くがあの男の必要な訪問を受けているからです。冗談じゃないです。噂ですよ前原さん、そういう噂があるというだけです。あの里子、今日欠席したじゃないですか。え？そうなんですか。では失礼します。前原君も早くみんなのところに行って安心させてあげるといいでしょう。そうですね、そうします。